あのー、あの中国政府は、はいその、今年の4月からずっと新疆ウイグル自治区に関してでその、うん、警察官と、まああのー、ウイグル族グループと、まあ、独立を求めるグループでしょうねそれとの衝突が広がっていることをかなり懸念していたんですが、はい、結局、 共産党総会中央委員会総会を直前に控えたあ時点で、えええー、首都でこういう事件があっってしまったと、はい、起こってしまったということで非常にこのうんこれから例えばあこういうこのチベットにしても新疆ウイグル東トル,トルキスタンにしてもあるいはあ 地方で起こっているさまざまな形のおそらくは経済的な格差にた端を発するようなあ暴動、はい、反乱あそれから あ宗教団体、ね団、ずっと弾圧してきて宗教団体、そういったもの、まあ、従,前か従前に昔から弾圧を行っている勢力なんですけどこういう勢力に対してますます強圧な弾圧をこの行っていく可能性があって、うん、でこれで抑え込めるかというと、はい、結局、私は抑え込めないのではないかと、はい、そのことを象徴して、<ー>ともう一つは、はい、あ習近平体制というのはいろいろなところで報じられているりあり、あの 万全でではないんですね老固たるこのものではなくて、うん、非常にこう党内政府内、党内の対立に巻き込まれやすいえ脆弱な基盤の上に成り立って、はい、そうするとこういう事案が持ち上がるとうんこれを利用して<え>さらにこの政争があ起こってしまう可能性もあると、うん、いうことで私はこの,、まあ、なんあの宗教団体ではこういう民族グループを含む あのグループに対するこの、うん、なんていうのかなこうそれをこういかに安定に持っていくかということを、はい、中国政府北京政府は私は失敗していると。 うん、それの象徴だと思いますけどねこれ、国内に対してもそうだし、これ、国外外ですね、ええ、向けての影響というのはないですかこれは当然、人権問題として、国際的な人権問題のお一環として見ていますからあ、これで弾圧を強めていくということをやってしまった、うん、ますますあの北京政府に対するう見方というのは、国際的な見方というのは、厳しくなること間違いない,ないですね。そもそもも チベットも新疆ウイグルも同じなんですけどずっとこう一方でこう優遇策を取ってきたわけですよ。うん、それで優遇策と言いながらも実は漢民族の資本が入っていったり人が流入していったり、うんはい、鉄道が敷設されたりしてどんどん独自の文化例えば新疆ウイグルだったらイスラム教文化。 えー、チベットだったらチベット仏教文化というのがどんどん損なわれつつもともとこの中国の中,中華人民共和国の半島の中にあったというよりも非常に独立性の高い民族だったわけでどちらも、はい、それをこ,のこういうようなやり方で同化していくというのは私はこういう反発をお まあ、テロがいいというわけではないですけれどもこういう反発を招いても仕方がない、うん、ですから、そこはあのいろいろなやり方で安定ということを考えていかなければならないかそれは習近平さんの1つの使命だったと思うんですけれど実はこれがどうも失敗しているということでやや中国の体制に対して暗雲が垂れ込み始めたと、うん、そのきっかけのような気がしますね。はい